有村隆太郎は、日本のビジュアル系、ロックバンドである、プラスチックツリーのボーカル、エッセイスト、およびファッションブランド、ガジェット・グローのファッションモデル。本名、有村隆太郎。福岡県福岡市生まれ、千葉県千葉市育ち。身長173センチメートル。血液型 AB 型。パンダとカレーが好き。1993年12月。 長谷川正とプラスチックツリーを結成。翌1994年より中山明と太田メンバーが加入し、千葉県市川市を拠点として活動を行う。以降プラスチックツリーとしての活動はその子を参照のこと。1998年から2002年までザッピー市場にてエッセイ青虫ドロップを2002年から2007年まで ケラ市場にて、エッセイ、五十音式を、それぞれ連載しており、単行本としても刊行されている。五十音式の連載終了後、2008年からは、同市場で、エッセイ、東京パノラマ白書が連載されている。エッセイ作品の他にも、2005年には、音楽雑誌、ザイ、とのコラボレーション企画として、初の DVD 付け写真集、カメラオブスキュラも刊行された。 2006年からはアパレル企業のピースナウが展開するファッションブランドガジェットグローのファッションモデルをバンド活動と並行しながら務めている2016年に初のソロ活動を発表同年11月23日にアルバム個人作品集1996から2013でもデ,デモを発売翌2017年1月には 初のワンマンツアーでも、でもを開催。以降は、プラスチックツリーとソロ活動を並行して行っている。2019年にバンド、ソロを通して自身初となるアナログレコード版を発売した。起発作品である個人作品集1996から2013でも、でも、個人作品集1992から2017でも、デモ デモニのに作品をアナログ化したもので完全受注生産販売となった。アナログ化にあたり、クイーニアビートルズの作品にも携わった、ロンドンアビーロードスタジオのカッティングエンジニアである、マイルズ・シャウェルによって、カッティングが施された。父は、鹿児島県出身で、母は、福岡県出身。妹が一人いる。幼少期に、 父の仕事の関係で頻繁に引っ越ししていて、東京、埼玉、千葉、名古屋、福岡を転々とした。動物が大好き、小学校は飼育係をしていた。影響を受けたバンドにザキュアー、ザスマッシングパンプキンズ、ニルバーナを挙げており、プラスチックツリーの音楽性や方向性の目標としている。また、 漫画家の楠本真希まきの作品にも影響を受けており、自身の写真集のタイトルは、楠本の作品、カメラオブスキュラから拝借している。歌詞には、銀色、夏親やホムラヒロシの影響が見られる。また、小学生の頃に初めて見たサーカスに強い影響を受けており、サーカス、空中ブランコなどサーカスをテーマとした曲も複数発表しているほか、 日本武道館公演はサーカスを申した会場設営を行いライブを行っている。2010年12月25日、所属事務所よりギランバレー症候群を発症したことが発表され、同年末のライブを中止した。早期発見、早期治療が功を奏し、翌2011年3月に復帰した。デモンストレーションズはソロ活動における、 レコーディング及びライブ時のサポートバンドメンバー、ありがとうございます。